こんにちは、吉田さん。私ね、ボクシングや空手を通じてなんですけども、ボクサーっていうのはリングに立って対戦相手とこう拳を交えるじゃないですか。そしてね、まあ1ラウンドも共にすればどのぐらいの練習をしてきたのかとか、どのぐらい積み上げてきたのか、どのぐらい悔しい思いをしてきたのかってことがもう分かるそうなんですよ。というのが、自分も打ち合う中でもうベストを尽くしてくるわけですよね。で、できれば早めに決めようと思っていくわけなんですよ。でも思ったほど相手は倒れないんですよね。パンチも食らわないし、そればかりか向こうからパンチ繰り出してきて押されるわけなんですよ。ということは、俺がこれほど練習してきたのにかなわないってことは、あいつはもっと練習してきたんだろうなっていうふうに思うらしいんですよね。これはボクシングをしてる時でも、空手の組手をやってる時でも同じなんですよ。そして、今吉谷さんのねことは私ほとんどわからないです。ただですね、ことをなしたってことを見ると、私もやってきたものとして、あ、吉田さんはこういう結果を出すってことは、この方面に対してはこのぐらいの思いをしてきたんだろうなとかね、どのぐらいライティングしてきたのかなとかね、どのぐらい試行錯誤してきたのかなってことは、まあゾッとするほど感じますよね。これほどまでのことやってきたのかと思うわけなんですよ。でも見えてる部分っていうのは、動画が上がりました、再生ボタンを押しました、なんか言ってる、なんか売り上げ上がったって言ってる、ああそうよかったね、なんですよ。その裏に隠されている氷山の一角どころかね、もう本当すごいダークマターみたいな部分っていうのは誰にも伺い知ることができませんし、またそれをねひけらかすのもかっこ悪いからいちいち言わないですよね。ただ多くの方、うまくいかない方は、こんなにやったのにうまくいかないぞって言うんですよ。こんなにやったのにのレベルがね、あまりにもこんなにやってない、やった我々から言わせれば、それはやったうちに入んないですよと、それは差がつくようなそんな積み上げじゃないですよというふうに心の中で思いますね。ただ言葉としては頑張ったんですねと声をかけることが多いです。でもはっきり言って、それはやったとは言えないです。このぐらいまでやったのに結果が出ないって、結果が出ないってことはそのぐらいまでやってないってことなんだよってことはね、やっぱり繰り返さないといけないですよね。で、ビジネスにしても投資にしても、やれば絶対に成功するっていうものではないです。必ず成功しなければダメージを食らいます。時間的なロス、資金的なロス、エネルギー、意欲、いろんなもの打ちひしがれますよね。でもうまくいけば全てが満身創痍でも報われるわけなんですよ。じゃあどっちを選びますかってことなんですよ。これはね、大学受験にも似てるんですけども、試験のギリギリ前、本当にね、試験の答案をパッとめくって書き始める、その瞬間まで、ああでもない、こうでもないって反芻してですね、スタートするわけじゃないですか。でも試験が始まってみて、しまった、この問題やっとけばよかった、あと10分やっとけばよかった、みたいなことはね、誰しもあると思うんですよ。でも、その紙一重なんですよね。紙一重じゃない勝負なんてないわけですよ。だからその紙一重を気を抜いてしまえば、そのたった紙一重で、いつも辛酸を舐めて、それまでやったものが全て報われずにダメージとなって自分の体に返ってくる。そして苦手意識ばかり残って、どうせって言葉が出やすくなるんでしょうね。一発やって一発うまくいく、そんなことは滅多にないと思いますけども、自分の実力は100発100中じゃないから、100個当たって1個2個当たる程度かなと思えば手数は増えると思うんですよね。ましてやあれでしょ、パソコン初心者ですって言って入ってくるわけでしょ。初心者が稼げることはないです。初心者じゃなくならないといけないですよね。で、私の概念としては、初心者でいるのは最初の1秒だけです。もうね、誰に言い訳するのか、自分はパソコン初心者ですからとかね、もうこんな年ですからとか、いやなかなか時間がなくってとかね、先入観ってなかなか消えないですね。後者く言う間にできること1手でも2手でも手数を出した方がいいと思いますね。まあそんなとこですよ、氷山の一角。いってらっしゃい。